お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様、カオルちゃん。今日もすっごく良かったよ。最近女性人気も爆増してるし、この調子で頼むよ。はい、プロデューサーありがとうございます。僕頑張ります。今日はありがとうございました。今後ともシーナをよろしくお願いします。はいはい。松永くんも相変わらず美形だね。またモデルとしてやりたいなら声かけてよ。力になるからさ。いえ、私はシーナのマネージャーですから。そっかそっか、もったいないな。じゃあまた。お疲れ。お疲れ様でした。もう疲れた。今日の司会者変なことばっか聞いてきて、ほんとやりづらいんだから。お疲れ、カオル。今日もよく頑張ったね。ほんとだよ。事務所の意向だかなんだか知らないけど、貧困法制で可愛いカオルちゃんを演じないといけないんだから大変だよ。はいはい、よくできました。もう子供扱いして。俺だって大人なんだから頭撫でられたくらいじゃごまかされないよ。あれ、そう？頭撫でられるのは好きって言ってたじゃん。そんなんじゃダメ。ご褒美にキスして。誰か入ってきたらまずいしな。大丈夫、ちょっとだけだからね。ご褒美。しょうがないな。失礼します。松永さん、ちょっと次回の収録の件でお話いいですか？あ、はい、わかりました。もういいところだったのに。っていうか、あの女の人前から妙にショーに慣れ慣れしいんだよな。まさかショーのこと狙ってるとか。いや、そんなまさか。でもショーは元モデルで超新イケメン、十分あり得る。ねえ、あの女の人なんか慣れ慣れしくない？ああ、あの人、彼女は俺がモデル時代の時からの知り合いなんだ。仕事ができるいい人だよ。そうなんだ。やけに褒めるね。あの人と仲いいんだ。え？仲がいいっていうか、ただの知り合いだよ。連絡先とか交換したの？そりゃ仕事で連絡取らなきゃいけないから知ってるけど。あ、そ。何？やきもち？違う。やきもちなんか焼いてない。はいはい。俺はカオルのことしか見てないから大丈夫だよ。しょ。これで満足した？バカ！今日はもう予定もないし、美味しいものでも食べてから帰ろうか。え、やった！ショーのおごりね。何食べよっかな。車回してくるからちょっと待ってて。なんかうまくキスではぐらかされた気がするな。っていうか、なんでショーは俺のマネージャーなんかしてるんだろう。ショーくらいのイケメンならモデルとして人気が出そうなのに。ま、俺としてはショーを独り占めできるから嬉しいけど、今度聞いてみよっと。ショー、私ずっと好きだったの。付き合ってほしい。ちょっと。え、やっぱりあの人ショーのこと好きだったんだ。どうすんだろう。ショー、あなたも私の気持ちに気がついてたでしょ。いや、まったく。ショーってば歯切れの悪い。はっきり断ってよ。それとも他に好きな人がいるの？付き合ってる人とか。それはもう、はっきりしないな。我慢できない。ちょっとショー、何サボってんの？早く来てよ。あ、ごめんごめん、ちょっと仕事の話してて。仕事の話ね。じゃあ失礼します。この話はなかったことにしてください。え、ちょっと、あなたたち、まさか。お疲れ、カオルちゃん。今日も良かったよ。あ、社長、お疲れ様です。ちょっと話があるんだけど、二人ともいい？はい、わかりました。すいませんね、お取り込み中のところ。じゃあまた。いえ、お疲れ様でした。お前たち、まさか付き合ってるのか？え、何言ってるんですか？違います。とぼけるな。さっきの様子を見てれば誰にでもわかる。あの女性にある以上詮索される前に俺が割って入ってやったんだぞ。申し訳ございません、私の責任です。そう、やっぱり付き合ってたのか。なあ、カオルは大事なうちのタレントなんだぞ。わかってるのか？はい、申し訳ございません。
とりあえず松永マネージャーから外す。しばらくは自宅待機だ。はい。そんな社長。カオル、今が大事な時なんだ。分かってくれ。そんな。もういつまでこんな変装して歩かなきゃいけないの？こそこそ会わなきゃいけないなんてやだよ。カオル、ごめんな。あ、ごめん。ショーのせいじゃないよね。社長も頭固いんだから、ショーをマネージャーに戻してって何回言っても聞いてくれないんだよ。ああ、しかも社長、俺をモデルとしても復帰させたいらしい。俺も何度も断ってるんだが、聞く耳を持たないんだ。そうなんだ。俺、ショーが望むならモデルとしてのショーの姿も見てみたいけど、やっぱり前みたいにそばにいてほしい。寂しいよ。カオル、俺はモデルはやらないよ。なんとか社長を説得してマネージャーに戻るから、もう少し待ってて。でも、どうやって？あ、俺にいい考えがある。え、いい考え？うん、俺に任せて。カオルちゃん、どうしたの？最近調子悪いかな？別に。すいません、カルはちょっと今スランプでして。まあ今だけならいいけど、ずっとこんな感じじゃ困りますよ社長。はい、申し訳ございません。ちゃんと言って聞かせますから。頼みますよ。はい。もう分かった、俺の負けだ。松永をマネージャーに戻せばいいんだろう。え、戻してくれるの？まったく頑固だな。こんな手を使ってくるとは。社長が教えてくれたんだよ。欲しいものはどんな手を使ってでも掴め取れって。まったく困ったもんだ。すぐあいつを呼び戻すから待ってろ。ショウ、やっと戻ってこれたね。カオル、どんな手を使ったんだ？あの社長説得するなんて。いい子ぶりっこするのをやめただけ。え？俺の売りは貧困法制で可愛いでしょ。その真逆である俺の素を出しただけ。そんなことしたのか。社長、怒ってただろ。ちょっとね。でも安心して、明日からはちゃんと可愛い子ぶりっこするからさ。それよりショーの方は大丈夫なの？モデル復帰の件。うん、社長も納得してくれたよ。俺、お前のマネージャーになった理由、今まで言ってなかったよな。うん、俺も聞こうと思ってた。俺、モデル時代にデビュー前のお前に会ってるんだよ。え、そうなの？ああ、お前が事務所に宣材写真撮りに来てて、その時一目惚れしたんだよ。初耳なんだけど。それで社長に直談判したんだ。モデル辞めてカオルのマネージャーにつけてくれって。そうだったんだ。そう、ストーカーみたいだから今まで黙ってたんだけど。確かにストーカーみたい。こら、笑うな。でも俺も一目惚れだったよ。ショーが初めてマネージャーとして挨拶に来た時にすぐ好きになった。カオル、かわいい。ぶりっこしなくても素のお前も十分かわいいよ。バカ、何言って。ちょっと、誰か来たら。もう事務所公認だろ。それに鍵も閉めたから大丈夫。もう用意周到すぎ。久しぶりだから止められないかも。あっ、しょう。失礼します。あれ、すいません、そろそろメイク入ります。はい、すぐ開けます。もうちょっと。ちょっとショウ、ダメだってば。すいません、押してるんで早めにお願いします。じい。はーい、今開けます。チェ、続きはまた後だな。覚悟しとけよ。もうバカ。はーい、お待たせしました。今日もよろしくお願いします。